今日のナビゲートアイはこちら、笠間市にあります笠間工芸の丘の中にあるクラフトホール、こちらで1月2日から5日まで行われますコマの、素敵な展示、そして遊べる場所ということで行ってみましょう。さあ、クラフトホールの中を見てみますと、コマ道場、そしてコマ劇場という2つの、なんだろう、これ看板のようなものが飾ってあります。そして今は会場の中で皆さん準備をされていらっしゃいます。そう、準備をしている方たちも陶芸家の方たちなんですよね。早速どういった笠間の縁コマというイベントなのかお話を伺ってまいりましょう。まず企画委員の甲斐隆夫さんです。はい、甲斐さん、こちらの縁コマというイベントですけれども、はい、どういったイベントになるんですか？はい、まず今まで企画委員会という委員会はなかったんですが、今回で初釜市17回目になりまして、でマンネリ化が続いたんじゃないかっていう声が多くありまして、正月にふさわしいこう縁起物のコマをテーマにしようということが実行委員会で決まりました。はい、陶器でコマっていうと どうやって作るのかなとか、ちょっとこう作り方から私自身は分からなかったんですけれども、急須の蓋を作るような感じですね。六道成形で急須の蓋を作るとき、この取っ手、このつまみの部分を作って、湯飲みのような、湯飲みを大きくしたような台を作って、その上で、乾燥させ素焼き、本焼きをすると、ゆがみが少ないという話を最初に聞きました。これがその台になっているものなんですね。はい、大きさによってその受けの台の大きさは違うんですが、なので、はい、各作家のサイズが変わってきます。はい、先ほど遠くから見たときに、はい、なんかこうちっちゃい小物入れ、はい、中に梅干しとか佃煮が入ってるのかなっていうような、そういうものにも見えたんですが、まさにそれを応用してうまくコマを作ってるってことなんですね。そうですね、このままでは形上焼くことができないので、また形が歪んでしまうんですね、焼くと。はい、なので歪みを少なくするためにも、あとはその釉薬がくっつかないためにも、このような台を使って焼きます。すごい、はい、これ実際に私回してみたいんですけれど、いいですか？どうぞどうぞどれを回してもいいでしょう。どうぞ好きなものを選んでください。いいですか、好きなもの。これどうですか？あ、じゃあこのカラフルなものを回させていただきます。すごいな、これコツあるんですか？甲斐さん、じゃあちょっと、はい、学院長の甲斐さんに解説をしていただきながら、はい、なるべくまっすぐな水平な状態で回す。はい、そうですね、はいはい、息を止めるぐらいになかなかね、こう結構ブレ、最初の段階でこうブレてしまうと回る時間が短いので、なるべく駒を水平にして、ちょっと力を抜いて回すような感じですね。お、はい、回します、はい、あ、やっぱりさっき甲斐さんみたいに上手にいかないけど、こうブレながらも回ってます。ちょっと遠慮気味に回ってますね。なんか、いや、これじゃダメなんですね。もう最初、これ結構皆さん真剣にやっちゃいそうですね。やっぱりこう陶器の駒なので、少しこうコツがいるんですが、そういったことも含んで楽しんでいただければ幸いです。そうですね、はい、ちなみにこれ道場で対戦して勝った方には自分の駒プレゼントということなんですよね。はい、一番長く回した方には使用した駒をプレゼントします。はい、毎日戦勝100名様に渡しますので、ぜひお早めにお越しください。はい、そして負けちゃったけど欲しいとか、はい、やっぱり欲しくなっちゃうなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このコマっていうのは今回の初釜市では販売したりしてないんですか？各出展者のブースで、テント内で販売もしております。はい、また対戦ゲームは何回挑戦しても構いません。
プレゼントは1人1個となっているんですけど、何回挑戦しても構わないので、ぜひ手に入れるまで頑張ってみてください。すごい、なんか子供心に戻りそうですね。いろんな個性がこの一つのコマというテーマの中でも、もう華やいでいっぱいね、こちらで見ることができますので、ぜひご覧いただきたいですね。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。